ナンバーアイの大胆な初めて BDS の足跡をなぞり国際的な成功をつかむ戦略。BDS と同じ海外戦略で注目のナンバーアイ。BDS、王乱少年団が歩んだ成功の道筋を新たなグループナンバーアイがなぞりつつある。とエンタメ業界のウォッチャーたちは囁いている。 元ジャニーズ事務所のキング・アンド・ピスのメンバーで構成されたナンバー・ I は、まさに BTS のような国際的な成功を目指しているとされ、その戦略には注目が集まっている。今回は、ナンバー・ I が採用するハイブランドを狙っての海外進出、戦略に焦点を当て、その爆発度を解き明かしていく。 ハイブランド志向の出発点、ファッション誌、ナイロンジャパンでの登場。ナンバーアイの海外進出の第一歩とも言えるのが、ファッション誌、ナイロンジャパンへの登場だ。エンタメライターたちはこれを、まさに海外志向がわかる一手、と評価している。これまでにないメディア露出を果たした3人は、ハイブランド志向の姿勢を世に示し、国際的なファッションシーンでの存在感を確立した。 ソロ活動における海外進出 GQ ジャパン、ボウックジャパン、エルコリアアップの登場。ナンバーアイのメンバーたちはソロ活動を通じてさらなる海外進出を果たしている。例えば、神宮寺ゆうタは GQ ジャパンの表紙を飾り、岸ゆうタもボウックジャパン公式ウェブサイトとイブサンローランとのタイアップを果たした。 これは BDS が各メンバーがソロで国際的なメディアに登場するスタイルをなぞりつつあることを示唆している。BDS メンバーが登場した雑誌との類似性についてエンタメライターは指摘しており、ナンバー I が次に登場するのは L ではないかとの見方が広がっている。ハイブランド系雑誌とのコラボ、ウックジャパンとのタイアップ。 11月20日に発表された、オウックジャパン公式ウェブサイトとのタイアップは、ナンバーアイがハイブランド系雑誌と緊密な関係を築いていることを証明している。この一環として、イブ・サン・ローランとの連携も発表され、そのグローバルなアプローチが浮き彫りになった。 BDS も同様の戦略を取り、各メンバーがトップファッション誌に登場することで、グループ全体の国際的な認知度を向上させてきた。ナンバー I がこれに続くことで、彼らの次なる一定が注目を集めている。ポスト BDS の座を狙う、大谷翔平と羽生結弦の成功例。 表紙に登場することが雑誌の売り上げに影響を与える時代において、ナンバーアイは大谷翔平と羽生結弦といったスポーツ界のビッグネームと並び立つ存在となりつつある。これらの成功例から表紙に登場することで広告効果や注目度が向上し、グループのブランド価値が向上することが期待される。 ナンバー I がポスト BDS としての座を確立するためには、これらの成功例から学び、さらなる国際的な注目を浴びる必要がある。ナンバー I の大胆かつ計算された戦略が注目を集める理由。 ナンバー I が BTS の足跡をなぞり、ハイブランド志向の海外進出を果たす戦略が、エンタメ業界において注目を浴びている理由は明白だ。ファッション誌やハイブランド系雑誌への積極的な登場、メンバー単位でのソロ活動を通じた国際的なメディア露出、そして大手ファッションブランドとの連携など、 これらの要素がナンバー I の大胆かつ計算された戦略を象徴している。これからの展望として、彼らがどのようにしてポスト BTS としての地位を確立していくのか、その舞台裏に迫っていくことが期待される。ナンバー I の国際的な冒険がエンタメ業界に新たなる風を巻き起こす可能性がある。